皆さんこんばんは、美徳です。クリスタルベアラー続きやっていきます。話があるからこっちに来いよ。今ならワゴンに隠れて見つからねえよ。ということで、お前が見つかって騒ぎになると困るんだよ。頼むからさ、見つからないようにしてくれよな。というわけで、見つからないように。おう、うわ、ちょっと待て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 、見つからなって言っただろ。衛兵に見られるタイミングで飛び出すなよ。はい、よし、行け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 。あぶねえ、あぶねえ。何？あぶない危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 ない。あ、ダメかダメか。怖っ、ビビる。あの、オート急行からのスタートとなります。言うの忘れてた。怖いな。これどこまで前に進めばいいんだろう。あ、よし、今だ今だ。いけーいけいけ。危ない危ない危ない。はい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 、いけるいける。あ、なんだよなんだよなんだよ。戻されちゃった。モーグリにモーグリに戻された。今回ですね、ちょっとマイクがこもってるかもしれないです、声が。いけ、いけ、いけ、あ、やばい、危ねえ、危ねえ。あ、嘘、こういうこともできるんだ。あ、怖っ、怖っ。さあ、タッチ、どうすればいいの？向こう向いたときに、さっていけばいいんだよね、きっとね。いつ向こう向くのこれ。やばい、でもこれ楽しい、超楽しい。こういうなんか隠れる系すごい好きなんですよね。なんか隠れてこっそり行く感じ。おお、マジでいいの今ので。今の見つかんないの。マジですか。怖いよ怖いよ怖いよ。おお、いけたじゃん。超ドキドキする。あ、誰かいるし。あー、もう絶対木箱の下に入ってきたよ。あー、見つからね、もういいや。何を探してるんですか。ほい、これ、わお、何ですかこれ。これ何ですか、なんかゲット。あ、スコアがめちゃくちゃ上がりましたね。というわけで、あ、これまだ続いてんだね、このこっそり移動する感じ。なんだよ、この場所は僕のが先だからな。そこでしばらく待ちなよ。練習始めたばかりなんだから。くそ、やべ、ほらよ。あ、やばやばやば。あ、いや、嘘、いいのいいのか今ので。お、覚えてろよ、ママに言いつけてやるからな。すまないね坊主。あ、スコア下がった。スコア下がっちまった。多分あのサッカーボールでやらなきゃいけなかったんですよね、きっとね。わかるけど、まあいいか。ごめん、やば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 。うわー、スコアめっちゃ下がった、スコアめっちゃ下がった。スコアめっちゃ下がったんですけど。やーべー、これちょっと、あ、やばい、怖ーい。おー、怖いけど楽しいっす、これは楽しいっす、なかなか。いい、これは楽しいぞ。これは、ああ、怖い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 、めっちゃ怖いぞ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あ、あのクソガキか。相手ちゃん分かりません、誰がやったのかはっきり言いなさい。言わなくていいよ。誰って言ったってさ。やばいぞ、見つかるぞ見つかるぞ。あいつだ、あいつがやったんだよ。やっぱりな。うわ、よー、マ
ジっすか、マジっすか、やばいんじゃないっすか。急げ急げ、くそー、あのガキンチョめ、やってくれるぜスコアがめっちゃ下がったぞ。これ楽しい。これどうやって行くんですかね。多分ね、あのガキンチョか、そこのお兄ちゃん、お兄ちゃん風船を取ってよ。あ、違う子か、いいよ風船、はい、どうぞ、ありがとう、いいえ。お、めっちゃスコア上がった。いいことするとスコアが上がるんですか。あ、怖い。あ、大丈夫だった。わあ、怖っ。この人も衛兵ですかね、ちっちゃいけど。ミルティー族かな。なになになに、寝るか、仮眠か、仮眠早くしなさいよ。あれ違うんか、仮眠取ろうとかじゃないの。ただ見回りに来ただけだね。おお、あそこ上がった、やったね、楽しい。やばいぞ、この電車の中めっちゃ楽しいぞ。あ、怖い。何見てんだよそこの兄ちゃん、おいおい絡むなよ。あ、ハートのエース持ってんじゃん、さっき落としちまったんだ。くれるよな、くれるだろ、ナイスガイだな、ありがとうおお、スコアがめっちゃ上がった。いやいや、とんでもない、お兄さんのトランプだったんだね怖いなぁ。うー、いかんいかん、見つかってしまった、見つかってしまった見つかってしまったぞ。あー、こわ。よし、いける、いけ、いけいけいけ、こわこわ、これをガラガラガラっと、ガラガラガラっと持っていける。はい、行きましょう行きましょう、これで。え、危ねえ、なんだよ、あ、怖っ怖っ、なにこれ、怖え、危ねえ、あー怖い、見つかっちゃったんじゃない。あー怖い怖い怖い、行きましょうどんどんあー、なんか結構やばいね、サイレンが3つってことは結構バレバレ。よし、はい、なんだ、やべ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 、怖っ。よし、行きましょう行きましょう、行ける、怖え、なんだよなんだよ、こっちからも来んのかよ、どうすればいいんだろう。あ、ほいほい、おお、これ下へ潜れない、あ、潜れる、楽しすぎる、これこっそりこっそり、さて、いけんじゃないか、これさよなら、さよなら。シークマスター発見、ステルスワーカー発見、なんだそれは。おい貴様、う、バレてるし、そいつを捕まえろ。俺は関係ねえ、話せ。ユーラン様、いました、クリスタルベアラーです。何、あれ捕まったんじゃないんだ。ベール、お前何の恨みがあって垂れ込んだ。いろいろありますよ、恨みなら。でも今回は私が捕まらないため、あんたの取り物の最中に逃げちゃおうって計画よ。予定通りね。ベールならうまく逃げると思ったし。ああ、私に気があるんだったらはっきり言って、
こそこそつけ回されるのは遠慮します。気持ち悪いです。はっきり言われた。誰がつけ回したって？気があるのは自分の方だろう。そうなの？どっちでもいいよ、もう。いやー、オートつきましたね。あ、モーグリ、なんか妖怪。さて、いやー楽しかったな、電車の中めっちゃ楽しかった。ああいうの大好きなんですよね。怖いけど、超ビビるけど。さあ、オートに着きましたよ、皆さん。あ、ショップがありますね。んー、でもお金あんまないと思うんで、とりあえずやめときますか。いやー、なんか音楽素敵じゃないですか、ここ。なんかこういう BGM 結構好きですね。さて、アルフィタリア、桜の石書、どっち行けばいいんですかね。とりあえずあんまり時間ないんで、そんなにちょっと見回して終わりましょうかね。この辺、今回ね、ちょっとマイクがっていうか、あの、多分声こもっちゃってると思うんで、あんまりね、あの、進みたくはないので。あ、迷路みたい。お金やったね。もうちょっとお金貯めていいアクセサリー買いたいですね。うん。おお、びっくりした。なんかリルティの子供がめっちゃついてくるんですけど。なんだ、見せ物じゃないぞ。どっち行くんだろう。扉開きそう。お、行けそうですね。でもあんま時間ないんで、そこでセーブして終わりたいんで、ちょっとね、どうしようかな。こっち見に行って終わりにしましょうかね。そしたらちょうど近くにセーブポイントがあるんで。いやー、すごいな。あ、この衛兵さん全然気づかないんだね。よし、この宝箱もしっかり取っていきますか。あ、ね、やったね。よし。いやー、空が綺麗だな。めっちゃ空綺麗、いいですね。例えば T シャツから服着たんですね、上着。いや、このオートの音楽マジ最高、いいな。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回この続きやっていきますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。